ラベ4、12系の10連、ソロトゥルン付近輸送中のラベ4、1223号機、後くらい側の先頭車と中間車、ベルンソロトゥルン地域交通ラベ4、1221から26系電車は、スイスのベルンソロトゥルン地域交通で使用される電車である。スイスの首都ベルン付近に 56.5km の路線を持ち、S バーンの S7、S8、 s 級系統を運行する 1000mm 期間の私鉄であるベルンソロトゥルン地域交通のうち、河川電圧 1250V の2つの路線では、1974から78年製の BE4-841 から61系及びこれに、部分低照式の中間車を増結した BE4-1241 から61型と、 1992から93年製の部分提唱式電車である、アベ4、1262から72型が使用されていたが、いずれも最高速度は75もしくは、時速 90km と比較的低いものであった。そこで、同鉄道では、ベルン・ソロツルン間に30分間隔で運転されているレギオエクスプレスに、最高速度時速 120km 対応の車両を、 導入することとなり、導入されたのが、本形式である3両編成のラベ4、1221から26系であり、2009年6月5日の21号機以降26号機までの、6編成が導入されることとなっている。本機は、スイスのシュタドラーが2004年から製造している、都市近郊列車用部分定称式電車である、フラートシリーズのコンセプトを取り入れた、 シュタトラー社のテーラーメイドシリーズの車両であり、可変電圧可変周波数制御により、最大出力 1200kW、最大牽引力 120kN の性能を持つ、都市近郊列車容器であり、床面高さレール面上 400mm の低勝負を60%以上確保した、バリアフリー対応の機体でもある。車体と機械部分の製造及び最終組み立てを、シュタトラーが、 主要な電気品の製造をアブシュバイツが担当しており、ネクストの名称が付けられている。ありがとうございます。